はようございます。おはようございます。今朝は何をされるんですか？あのですね、先日このでっかお大根を裏のおばちゃんから5本いただきまして、大根ね。そうで、このうわ立派な大根と思って、それもおでんしかないでしょうと思って、ちょっと最近作ってなかったし、もうこのおでんから、おでんじゃない、この大根から、はい、おでんしようになりました。なるほどね、大きい、すげえな、それでね、それで、我が家これ手羽元をちょっと、焦げ目つけて、あともうね、おでん楽なんですよ、もう入れるだけ。なるほど、これは厚揚げ、餅巻き、そう、餅巾がなくて今日ちょっと追加で後で買ってくるわ。はいはい、お願いします。あとちくわとごぼうってでしょ、はんぺんと白滝と、こんにゃくと、あとちょっと人参も入れてみようかなと思います。はい、あと卵も入れるよね。卵忘れとった、卵ゆで卵は、そうだ、ゆで卵せんといけ、そうだそうだ、お願いします。はいはい、そう、卵大好きね。はい、じゃあこれでまずこれを焼き目をつけて、卵、ゆで卵します。はい、そうだ、まずそっちが先だね。はい、手羽元やね。そう、これも安いし、こう煮込むと、骨付きだけどつるっと取れるじゃん。唐揚げとかも美味しいけど、やっぱ身がね、くっつくから、もうこれだけ入ってなんぼ450円とかでした。ああそう、安い、ありがたい。骨あるし、すごい出汁も出るし、美味しいんだよね。なんか筋も買いたいけど、こっちがなんか食べ応えあるしと思って。我が家はね、でも筋美味しいな。筋美味しいよ、牛筋も買っとこうかな、今日。そうだね、買って、これから買ってくるよ。買ってくるわ。もう夫も娘も大好きな卵、私はね、そうでもないんだな。そうね、食べて、11個入りました、じゃあこれで。美味しそうな色やね。いいでしょう、ちょっとね、この焼き目をつけるのが美味しくなるポイントかな。もうそれだけでも美味しい。だよね、これだけ食べたいぐらいだよね。重い重い、重いね。一回つかんどかんと。あと何個あるの大根？あと4本あるよ。あと4本ある、4本ともこんなに大きい。昨日ね、姉が来てね、渡そうと思ってたんだけど忘れちゃって、やったら、もういるわー言って言おうか。あ、ほんと、まだちょうだい、バター言うか、もう、まだ近々会うから。はいはい、姉にあげます。そうだね、もうこの1本で十分やね。そう、あとサラダとかも美味しいしね。なるほどね。そう、重いいいね、美味しそう。いい色、いい色だね。塩コショウで食べても美味しそう。食べたいな。食べる、大丈夫？食べたい。お昼それちょっと。ちょっともうお湯をやって、ほんでもそのこのよいしょ、お汁も一緒に。さてと、であと大根入れたり。はい。これちょっと半分にした方がいいかもね。あ、大きいね。そう、で、私もちょっとなんかもう面取りとかもせずにこのままやっちゃいます。ね、大雑把だけど、もうこれで入れちゃいます。はいはいはい。いやー、これ大根は美味しそうよね。そう、いやー、でも入れるだけやけど切っとこうかこれ大きいな。イエイ。これさ、直径大きいわ。でか。直径でかいわ。でか。なかなか。すげえ。なかなかのお大根ですよ。よいしょと。これ近所の人やな。近所の人が作った。おばちゃんがまた、そのなんか農家の人からもらったみたいで、たくさんもらったからお裾分けで。ああ、その人ももらったんだ。そうそう。まあ、その裏のおばちゃんはこの家が建ったところで畑してくれよだよね。そうね、ここは畑。そうなんよ。そうそう。もう全部入れちゃうね。なんかでも他もあるけどな、他もうパンパンになりそうやな。どうしよう、熱湯入れて割れちゃったまあいいか。はい、ゆで卵を作ります。入れるだけ、最高や
シチューの強い味方、おでん最高やよ。あかんが気分、練り物やっぱ気分美味しいですね。もち巻き、もち巻き、おー、うん、美味しそう。もちが入っとくよね。そう、もち巻き。でもなんか、あ、そうか、閉じとるけん、もち巻きって分かるか、うん、もち金買う。あ、そうだね、うん、はんぺんもありましたよ。はんぺんもいいね。いいね、これ、うん、ラスイッチだった。あ、ほんと、うん、これも膨らみそうよな。うん、こうはんぺんもうちょっといる。はんぺん、あ、そんなに好き。なるほど。うん、大丈夫かな、これ。でも、ほんま私雑やわ、うん、ほんで、これもこれ、あの、かやのやのお出汁ね。あ、これはもう袋からだけ入れちゃいますよ。これお父さんでも作れそうでしょ。本当じゃ。作ってみて。入れるだけだけど。ほんまじゃ。大根切って。あとでいろいろ調節するの。その醤油じゃなんで入れる。あ、入れるよ、うん。もうちょっとやばくなってきたな。これまたなんか膨らむから。これは糸こんにゃく？うん。白滝だね。うんうん。あの人参入れたら出汁も、うんうん、取れるし、あ、なるほど、少しだけど入れて言います。ここに入れた方が良かったね。これちょっと後で押し込まんとで、お砂糖と、まあ、ちょっとみりんも入れて、ちょっとやっぱり甘みもあったら美味しいですね。お酒ですよ。そうですね、はい、しーお出汁ですね。白だし、かつおだし、はい。とあと、こしょうちょっと新しいの出してこうと言っても。でもこれいいよね。なんかこう真空パックの状態で最後まで。なるほど。最近のお醤油は良くなりましたね。これで、よし、煮込んで、うん、あとちょっと味をまた調節しますね。なんかモリモリだわ。大丈夫かな。味見、この適当な感じ。いや、なんとなく薄そうだな。ちょっとご意見。いや、絶対薄いな。絶対薄いな。いきます。うん、美味しいじゃん。そうでもない。あ、美味しいじゃん。うまい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 、うん、すごいな。適当なのに、うん、もういいかも。うん、うん、ちょっと気持ち、もうちょっと濃いめがいいね。そうそうそう、な、うん、味はないね。甘さはもうこれ以上いらん。うん、うん、ちょっとお醤油だったり、ちょっと塩気、うんうん、ほんのり、うん、そうだね、濃ければいい、うんうんうん、あ、美味しい美味しい、うん、おー、割と決まっとるな。ただちょびっと気持ち濃いくしてくれたらいい、ね、そうそう、白だしと、うん、おいがつおと、うん、あとなんかちょっとお醤油、うん、お醤油がちょっと少なかったかな、うん、うん、お醤油が新しいので、あー、そうだね、出しましたよ、ね、ちょっとかな、うん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 、こんな感じで、うん、良くない、はい、あとでもう一回ちょっと大変なことになってると思うよ。やばい、もう溢れるかも。ちょっと、いや、ちょっと待って、そうそう、そう、どうするこれ、撮影ストップしようか、これ、これなしでカットカット。卵入らんよこれ。これ卵かと思った。これ卵じゃないよ。これ卵じゃないよね。そう、これはんぺんじゃろ、これ。どっちが卵でしょ。分からん。娘、あ、卵じゃねえかって言いそうやな、これ。やっべえな、これ。大根が原因かな、大きかったっけ。いや、大根は成長せんな。いや、こういう練り物が成長すな。あー、膨らむんか。押し込む。 あ、ほんで火止めたらちょっと縮むかな。縮むとかよ、うん、もうごめんなさいね。ちょっと卵を入れさせて。これもこれちょっと、あの、しみんといけんな。そう、卵をしみんといけんけ。のっけただけ。のっけただけだったら。あ、どうしようかな、なんか具材取ろうか、なんかに取る。うん。
まあこうして、まあ、あ中に入ってきて、そうそう入ってきておる。でもあんまり沈んだら、あ取るとき気をつけてね、うん、あの黄身が出たら、あのお汁が、うん、あのあれだな濁っちゃうな、うん、なんとかなんとか入った、あのあ片面だけ、うん、ちょっと下の方取ってええよ、染み取るの、まあ、もちきん買ってきたよ。あもちきんね、うん、これうまいのよね、もちきん。今日さ、うん、お母さん、うん、もうおばあちゃんのおでんがあるな、おでん食べたいって言って今日食べて帰らんかった。あ、うん、これからお昼はおでん食べるね。そう、もうこれね、ちょっと、うん、おばあちゃんに持っていくわ、はいはい、ちょっと餅金しみしみして言った、お惣菜祭り、うん、買ってきたのね、買ってきた、うん、じゃあ、これやな、うん、まあこれと、うん、ただコロッケも食べる、食べるコロッケ、うん、コロッケもいいね、私も食べようかな、うん、なんか今トンカツは今いらん、そうやな、今ちょっとコロッケだけ、これトンカツ、あ、これトンカツ、うん、じゃあコロッケ食べたいな、コロッケと、うん、唐揚げ、唐揚げ、うん、じゃあノンフライオーブン、これ温めもすごい美味しいよね、うん、温めはなんじゃろうな、これとかでええかな、あ、そうね、うん、それで20分もいらんな、もやかんでいけ、なんじゃろうな、これぐらいでいこうか、今日も、うん、鈴木製麺山形県ですね、うん、のほっそり細そばで、うん、今日はざるそばなので、これは返しつゆを1対1、これとお水で1対1で作ります。わさび派ですかね、生姜派ですかね。お父さんはちなみに生姜？はい、生姜です。生姜ね、うん。私はちなみにわさびなんですね。これどこかで聞かれたね。なんか聞かれなかった、わさびですか生姜で。あ、うどん屋さんで聞かれたね。ああ、そう。なんか聞かれたね。ほうほう。聞かれた。そう、ぶっかけ。ああ。どこだったかな、なんか聞かれたよな。わさびしようね、はい、こんな感じで薬味、これね、この細そばが美味しいよね、ではよいしょ、3、4分茹でます、うん、帰りたくなったから帰ります、はい、バイバイ、また来てね、バイバイ、はい、
美味しそう。いいね。うん。うん、うん、今日はたっぷりざるそばだね。うん、うん、美味しそう。うん、あ、結構量あるよね、これ入れて。あるね。ね、すごい食べられる。美味しそうよ、今日ざるそばです。はい、今日のお昼ご飯はザルそばです。今日もうずき製麺ですね、山形県の。それと買ってきたお惣菜です。ちょっとね、お野菜ありませんが、まあね、こういう、はい、パパッとお昼もありじゃないですかね。はい、で今日の器紹介します。こちらお惣菜が載っていますのが、これは益子焼きですね、和田釜です。はい、色違いでこんな感じでドットですね、可愛いですね。それとこの、そばつゆ、うん、を入れてるのは本当そばチョコだね。あの、はい、そばチョコ。これは、岐阜県美濃焼和藤園さんのそばチョコです。こちら赤で、はい、こちらが黒です。これね、カラフルな色もあって、こういうベーシックな色もあって。それと同じ、あの美濃焼和藤園さんのこれね、箸置きにもなり小皿にもなり、今これ私はほうじ茶を今日飲むんですが、ちょっとあのお茶っ葉をここに置こうかなと思って、はいですね。それで今日の、お茶の入れ物はボダムのダブルボールグラスです。でトレーは今日も無印良品トレーの台 でこのお蕎麦をね乗っけてるのね、これはねダイソーなんですね。はい、これの薬味入れも、はい。でもなんかこうお店みたいになって雰囲気出ますね。はい、ではいただきましょうか。はい、いただきます。はい、お父さんお蕎麦食べてみて。はい、はい、まずは薬味なしでいく、そのまま。あ、うん、そのままね、うんうん、はい、かけそばも美味しかったよね、うん、今日はざるそばで、うん、美味しい、うん、いや、めっちゃ食べたい、うん、はい、いただきます。はい、え、これお店やん、うん、うまい。あ、なんかさ、お気に入りのさ、お店あるじゃん、うんうん、そこの蕎麦屋さん一緒だね、うん、わさび派です。また味変になって。あ、いいね、美味しそう。美味しいよね、絶対美味しいよね、これ。食べてみてください。ちょっと行ってみますよ。この細麺がね、美味しいんですよね。では、うん、行きます。ちょっとずるっといきますよ。うん。うまい？たまらん。
うまい。で、そうそう、お惣菜がまたいいよね、これ。うん、うまい、唐揚げ。うん。朝はちょっと寒かった感じしたけど、うん、風も強くて、うん、今すごい穏やかで暖かくなったよ、うん、ちょっとご飯食べたら、うん、ウォーキング行く、うん、なんか食後のなんかウォーキングってやっぱいいみたいね、うん、ご飯食べた後もウォーキングがいいみたいだから、うん、今日はこの天気もいいですしね、うん、青空が見えて昼ご飯食べたらウォーキング行ってきます。そうね、今日ちょっとお野菜の夜はおでんだね、うん、あ、そうか、うん、夜おでんね、お大根いっぱい食べよう。はい、また茹でんといけんけん、うん、おでんにしました。あ、さっき作ったおでんね。おー、これも美濃焼きかな。あ、それも美濃焼き。そう、美濃焼きのドキドキ屋、うんうん、あ、ドキドキ屋ね、うんうん、だと思うんだけど、うん、これすごいなんか1000円ぐらいで売ってて、うん、アウトレットコーナーで、あ、これからしだね、うん、からしがいるわ、ね、うん、これ美味しいですね。からしもこう、うん、和風練りっていうのがあって、うん、こっちの方がなんか美味しいよ。いろいろ人参ね、それ人参もあるな。あ、そうなの、ね、ちょっとね、なんかこう出してるかなと思って、え、人参、ごぼう天、もち菌、大根、これは手羽元と白滝とこんにゃくかな、うん、はいはい、こんな感じで、美味しそう。はい、お大根、うんうん、いい、染みとる、染み込んでる味、うん、おいしい、おいしい、あ、いい味だね、よかった、濃くもなく、美味しくもなく、夜楽しみだな、うん、うん、そうそう、もうお大根と、うん、こんにゃくいっぱい食べたら夜大丈夫だ、うんうんうん、練り物いっぱいは危険だけどね、はいはい、うん、よかったよかった、うん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 、うん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